ただいまより本日のメインイベント K-1 ワールドグランプリ2014アンダー65キロ初代王座決定トーナメント決勝戦を行います。アンダーは127センチ65キロ日本シルバーウルフ、そうだー安海、マサトの遺伝子を継ぐ男、そうだ安海、K-1 クライマックス。169センチ、62.8キログラム、はい、フェアテックス。ヘイオーフェアテックス。ムエタイ新最強伝説、K-1 の頂点に立ちか。K-1 が起こす、 K-1 が発生させる磁力のようなもの、その磁場が働いています。ここ代々木第二体育館です。さあ正人さん、はい、戦いの前に今ソーダ選手のところに行かれましたね。そうですね、はい、まあちょっと、はい、一言、そうですか、はい、教えてくれませんか。内緒にしておきます。頑張ると、はい。さあ決勝戦に関しては1ラウンドで3度のダウンを喫すると TKO 負けとなります。関根さん、はい、この2人が残りましたね。そうですね、まあ、相田選手はタイトル返上してまで臨んだ試合ですから、はい、まあ、やっぱり K-1 の最初の大会日本人に勝ってほしいですよね。ただゲイオはちょっと強敵ですね。あの久保を大逆転で下しました。さあいきなりゴングと同時にまず蹴りを放っていくというのがこのゲイオ。マサトさん、改めて戦い、もうちょっと目離せない、左ハイキック。だから相田選手の方がどう見ても体大きいじゃないですか。そうですね、とにかく前に出て体力を潰した方がいいんですよ。なるほど、待ってるとゲイオペースになっちゃうんで、はい、こうやって前に出るのはいいと思いますね。なるほど、まあ、ここまでそういう意味では山崎久保がゲイオの体力を削ってるっていう言い方もできますよね。そうですね、左ローキック、左ねじ込んできます。さあ解説の中村さん、はい、どう見てますか。そうですね、相田選手最近ですね、タイ人のタップロンという選手と戦って、それでダウンとって勝ってるんですよね。で、まあ、こうタイ人とやってるっていうのは、まあ、最近経験して慣れてるところもあると思うんで、まあ、久保選手が準決勝ではゲイオにこうプレッシャーかけて、はい、苦戦させたみたいに、相田選手と同じ戦い方をすればね、活路はあると思いますね。しかし今左の膝転下をサイドキック、うわボディストレート、マサトさんお腹来てますね、2つでも大丈夫ですね、うん、はい、ボディストレート、ガード下がったところ右のフックでした。サウスポーのゲイオフェアテックス、もう一つ、ただ下に意識を集中させてハイキック来ますからね。ありますね、あストレート、関根さん、まっすぐの攻撃ですね。パンチ、いやパンチもねうまいんですよ。ですね、相田選手今までパンチ浴びてなかったんですけど2試合で。そうですね、もうゲオだとちょっと当てられちゃいますね。マサトさんのお話あったようにこうパンチのディフェンスも素晴らしいという相田ですよね、本来。そうですね、ただ前には出てるんだけど攻撃が出てないんですよね、相田は。やっぱ攻撃が出してこないとゲオはやりやすいですよね、前には出てるんで。先ほど逆にその久保にそれで出せなかったんですよね、されて膝。そうですね、はい、こう組み合った時に力は感じないと思いますよ。おゲオですか、はあ、これだけ体格違いますからね。そうですね、身長差が8センチあります。左ミドルキックです。この軌道が変わってくる。しかし左のストレート、距離を取ります。右のローキック放ってきました。膝ねじ込んでいく、あの膝よく出してます。まあ、中村さん、対戦の経験という意味では相田選手はこうたくさんはないですね、特に左の選手。そうですね、なのでやっぱり相田選手こう距離を、ね、詰めてね、もうごちゃごちゃにして、はい、行きたいと思うんですけどね、こう体力差が出るように。これでも絶妙のタイミングで左の膝をねじ込んで突き上げてきます、ゲイオフェアテックス。ここで前に出れるかどうかじゃないですか、相田選手が。そうだ、前に出てそして攻撃も出したい、出したいですね、蹴りたいですね。逆に、ちょっと出せませんね、ここも、ちょっと前に出るのはいいんだけど何も出さずに前に出るのは、うん、おお早くも第1ラウンド終了。これ関根さんから伺いましょう、どういう印象だったですか。やっぱりちょっとゲオがうまい、ゲオのうまさが目立っちゃいましたよね。そうですね、体力差あるんですけどね、自分が
が先に手を出してこう出そうとする前に先手先手ですよね。それですっと体を、ね、入れ替えるんですよ、ね、はいはい、コーナーに来ると捕まえられないんですよね、うん、かと思った今度お腹に中心にこう攻撃集めたり、はい、で膝も来るしね、ただあの相田選手はあの打たれ強いんで、はい、あのまだまだ押していけばそうです、ね、チャンス出てきますよね。正人さんどうでしょう次のラウンドに向けて、まあ、あの前に出るのはいいんですけどやっぱり攻撃を出しながら出ないとダメですよね、うん、ただ前に出るだけであのゲーは怖さはないんで、そうですね、これポイントになる、まあ、出す攻撃っていうのはどういうことになりますか。まあ、前に出ながらやっぱミドルでもローでもいいしパンチでもいいしとにかく何か出さないと、はい、ただ出るだけっていうのをこう変えないといけないと、はい、これゲイウが疲れてるんじゃないかという見方もありましたが、ソーダも当然疲れはありますね。3試合目ですからね。木村、フィリップ、ミノル、そしてヒロヤを下してここまでやってきています。ソーダ、安尾、左フック、もう一つストレート、膝だ。この距離だったらソーダも蹴っていいんですよね。そうですね、蹴りがほとんどありません。ソーダもしかしたら足痛めてるかもしれない、ね、可能性ありますね。左ボディフック、うん、ボディ狙ってるんですかね。うわストレートだ。まあ、先ほど久保選手の会見にちょっと顔出したんですけど、久保選手も左の足痛めてましたね。この膝ボディ、ちょっとゲーを嫌かもしれないですよこれ。この感じ、いや、このノシノシ来られる感じですか。いや、もうほら嫌な顔するじゃないですか。はいはい、パンチ出しても打ってもこれ下がっちゃうとダメ。なるほど、はい、今のずっと続けなくちゃいけない、続けるけど攻撃を出さない。そうですね、うん、でもどうしても嫌がって組みたくなっちゃいますもんね、ゲイオの方が。そうだ、ボディになってますね。やはりボディ狙いか、蹴りはほとんど出ていません。足を痛めている可能性もある。左振ってきた前蹴り、中野さん、はい、まあ、トーナメントですからね。そうですね、まあ、でもやっぱ曽田選手こう、ね、あ、でも当たる攻撃でもいいんでね、こうコツコツ当てて、はい、いかないと、うん、今そうだ前蹴り出しながら中には入ってきました。これ組んでの攻撃は認められません。まあ、ゲウが苦しくて組んでしまうような展開にしたい。攻撃出しながら前前前、そう打て、お、左フック空を切った。これちょっと嫌がってます、左離れるところ。お、あと正人さんいいんじゃないですか。 あの近いところ切るからアッパーもいいですよね。なるほど、はい、顎にアッパー飛び込んでくる膝、この流れで、うん、ここはお互いに組んでしまった。今第2ラウンドです、うん、これ3ラウンドに勝負かけるつもりかもしれないですね、はあはあ、削ってって長期戦になればね、ゲオのよりも相田選手の方が体力的に勝つんじゃないですかね。やっぱりこれだけ体格差あるときついですよ、はい、そうですね、こう中村さん特に相田選手がいい意味でこう負けない男なん で、 そうです、ね、頑丈なんですよね。65でも特にそこが強い選手ですからね、うん、ボディフックだ。ゲオも手が出なくなってきたんじゃないですか少し、関根さん嫌がって組んできているようにも見えますよね。ちょっとやっぱり苦しいかもしれませんね、左ミドルキックでも出てくる。そうだ、もうゲーは30秒、3人とも大きい選手とやってますからね。そうですね、左フック、これは2バックで逃れました。リードのジャブから、うん、これどうしても組んでいく形になりますが、でも関根さん、はい、振り返ってみると70キロのマックスの時もブアッカーは最初軽かったんですよね。そうなんですよ、軽かったんですよ。転がしていこうとします。やっぱり軽くていくら筋肉をつけても骨格が違うんで、僕が2回目にやったブアッカーの攻撃は軽かったですよ。そうですか、軽かったです。やっぱりフレームの問題なんですね、骨格の、はい、しかし正人さん、これ残すところ1ラウンドですよ。そうですね、これでもどちらもポイントを取ってる感じはしないですね。なるほど、取ってはいない、まあ、最初にゲオのパンチが当たったから、まあ、一段だけゲオが取ってるかもしれないですね。まあ、これ第宮司会長もどう考えているか。さあ、これが第2ラウンドのリプレイのシーンです。中村さん、はい、どうですかね。そうですね、まあ、つけるとしたら一応ゲオにつくと思うんで、あ、まあ、いずれにしてもね、もう相田選手も3ラウンドいかないともうダメだと思うんで、もうベルトにたどり着くためにはね、もう覚悟を決めて、はい、もう前に 出てそして攻めるしかないんじゃないですかね、関根さん、はい、でもこの K1 というリングは何かこう磁場のような磁力のようなものが働くんですね。そうですね、セコンダーこれも
ガンガン出てほしいですね。そうですね、まあ、マサトさんはこの3ラウンド行くんじゃないかっていう話でしたね、先ほど途中 です、ね、あの組みついた瞬間に右アッパーとか入ると思うんですよね。さあその瞬間があるか。いよいよ最終の第3ラウンドを迎えます。65kg 世界最強は誰だ。そうだか、今膝を入れたゲイオか、日本か、タイか、ボディだ。お互い、ここはお互い根性ですよ。来てますね。もうお互いきついんで前に出ていく。あ、思わず組んでしまった。今組みに行きましたゲイオ。これテクニックでもいかんともしがたい部分があるはずです。今注意1、口頭で注意がありました。でもこれであのポイント減点とかで決着はやめてほしいですね。いやですね。おお、そこからハイキック出した。いや恐るべし。関根さん、特に先ほどの久保戦を見てますからね我々は。そうなんですよね。でも相当選手やっぱり体力ありますね。グイグイ押して疲れさせて。そうですね、前蹴りもう一つ、左ミドルキック2、うわこれちゃんとこうジャッジにもアピールするような素晴らしい攻撃。中村さん、これでも早い、はい、早い時間帯でこう行きたいですよね。そうですね、当然守りきるというテクニックはあるはず。ゲイオ、まあ、蹴って、まあ、こういう形で、うん、もうゲイオきついですよこれ。そうですよね、もう蹴りに全然力ないですよね。あ、これはこれ減点は、そうですね、注意2で警告になります。警告が2で減点ですね。これでまあ警告になりました。警告が2度なると減点1となります。左ハイキック、前に出てくる、膝ボディ、出る、そうだ、出るしかない。あ、頭から入ってきますゲオ。膝だ。これは時間使いたくない。あ、これソーダの方も注意を、今口頭注意ですね。これは左ミドルハイ、マサトさん、ここ踏ん張りどころですね。踏ん張りのゲーは本当にきついですから。全然、あ、ちょっと効きたかな。うわ、来た、抱え込んでしまった。誰と当たろうが、どんな組み合わせだろうが、トーナメントのどこに入ろうが、一番強いやつが勝つ。それが K-1 トーナメント、今夜3度目の戦いです。ゲーを、そうだ、膝だ。残りが40秒です。ソーザも疲れたな、手が出ないですね。前には出ています、しかし攻撃出ない、うん、出ない。関根さん、あと30秒です。そうですね、ここで右出て、さあボクシングテクニックがここで火を吹くか。これクリンチ逃げてるな。そうですね、これ注意もありますからね。その後減点も可能性ある。しかし時間がない、時間との戦い。ソーザ残り10秒、笑うのは日本かタイか。スウェーバックを見せる、ガードが上がらない。ゲイオヘアテックスを持ってしても大丈夫。タイムアップ、今勝利をアピールするのはゲイオ、疲れを感じるのは画面からソーダ。しかし全くわからない。判定で決着つかなかった場合は延長戦が用意されています。延長戦は1ラウンドのみです。関根さん、はい、これは難しいですけどね。はい、そうですね。あ、これは後半、まあ、ソーダ選手、まあ、ちょっと押してきたような。さあ運命の判定になります。終点結果をお知らせいたします。さあ本戦で決着つくか。ジャッジ勝本29対29ドロー、1人目ドロー。ジャッジ和田30対29赤ゲオ。さあ1人ゲオフェアテックス、3人目はジャッジ豊田が30対28、赤ゲオ。ゲオフェアテックス、ゲオフェアテックスが K-1 65キロ頂点。
ソーダを下しました。ゲーオーフェアテックスアンダー65キロ初代チャンピオンはゲーオーフェアテックス。